じゃあ続きをやっていきますかね。弾丸論破実況プレイです。前回戸上くんがいなくなってしまうという事件、まあ事件ではないんだろうなと思ってるけどね。まだチャプター2ね、自由行動もやってないもんな。自由行動前に事件ってパターンやるにしても2章じゃやんねえべ。リアルな話。まあみんなで探しに行こうよっていう流れでしたね。セレスさんはここにいるんですか。セレスさんは戸上くんを探しに行かないの。まだ紅茶を飲んでおりませんわ。山田が今入れてんのか。え、私喉の渇きを潤さないことには何をする気にもなれません。せかすのなら山田くんをせかしてくださいな。うん、今やってんのか。セレスさんマイペースすぎないか。マイペースって言うのかな。厨房に行ってみる。いる。いるわ。やってんの、うん、おお、苗木誠殿どうしました。そうか、さっきの一連のやりとり聞いてないのか。それが戸上くんの姿が見えないからみんなで探そうってことになったんだ。なんとそれは一大事。しかしこの豚目にはご主人様にロイヤルミルクティーをお届けするという聖なる使命がありまして。完全にセレスの豚となることを受け入れているのか。ああ、この豚には身に余る光栄、心を込めてご奉仕いたします。これか、狙いは奴隷を作ることだった。山田ひふみの誰かに隷属したいという心を見抜いていたのか、セレスは。そう、頑張ってね。山田くん変な世界に行っちゃってるな。これは後々なんか展開として使われてくるかもしれない。一つ欠けたまま。廊下に朝比奈さんと深川さんがいる。戸上の部屋は俺の向かい側なんだよね。どう、朝比奈さん返事あった。ダメだよ、どんだけ強くノックしても反応なし。ほら、いい加減に返事しろ。ちょっとそんなに叩いたらドアが壊れるって。平気平気、私腕力はさくらちゃんに負けるし全然平気じゃないんですが。さくらちゃんってすごいんだよ、本気になれば。こんなドアくらい破れちゃう。これは重要かもね。大神さんだったら部屋を破れると。超高校級の格闘家の彼女ならそれも不可能じゃないかも。朝比奈さんじゃ無理か。これだけ叩いても出てこないってことはやっぱりここにはいないんだね、みたいだね。じゃあ僕は他を探してくるよ。なんとなく見当はついてんだけどね。かわっち、母さん、朝比奈さんと一緒なんだ。何よ。文句はないです。文句があるの。そういうわけじゃ。何かあったかもしれないんでしょ。一人は危険じゃない。なるほど、だから心配して朝比奈さんのそばにいるんだ。へえ、深川さんにもそういうところがあったんだな。このスポーツバカなら何かあっても考えもせずにかばって身代わりになってくれそう。打算的。え、何、盗み聞きなの。いやらしい、いやらしい。口に出して言ってたんだね。あっち行きなさいよ、この野良猫。母さんしぶとく生き残りそうかな。どうかな。あんないね。これがノックしてもダメっすよね。一応僕もノックしてみよう。返事なしでしょ。ここにはいないみたいだね。なるほど。舞園さんの部屋とかも残ったままなんだね。いや、そんな思いっきり開けようとしなくていいんだけど。思いを馳せてくれるだけでいいんですけど。開かない、鍵がかかってるみたい。ああ、そうなんだ。鍵がかかってるんだ。もう死亡した生徒の部屋には、入れなくなってる。普通の人の部屋だと
セレッサの部屋。まあね、なるほど。どこだっけ、桑田レオンは。ここも入れなくなってんのかな。そうだね。お、びっくりした。いると思わなかった。マップで誰がどこにいるかを確認してなかったもんな。トイレにいたわ、赤くれさんが。赤くれくん、トイレなんかで何してんの？うん。あ、それはな。俺の占いによると。ほう、占ってたんだ。朝食課に出られないほどの緊急事態。すなわち。どうだ？腹壊してここにこもっていると出た。なるほど。そりゃねえべ。だべが、空振りしたべ、三者凡退だべ。戸上くんはそういうタイプや。そういうタイプじゃない人はいないと思うんだけどな。戸上くんだって、あー、お腹痛いってなることあると思うよ。人間だからね。戸上くんが絶対に排泄しない男っていう可能性もなくはないけど。あとはあれですね。寄宿舎エリア側でも新たに入れるようになってる部屋がいくつかあるんで、入ってみるか。ここは倉庫だよ。おお、すげえ。あー、で、石丸くんはここにいんだ。食料と生活用品系なのか。あ、結構調べられる。あの、俺、ふるさと納税で、クッキングペーパーと、トイレットペーパーと、ティッシュペーパーを頼んだんですけど、ものすごい来て。それぞれ1年分みたいなやつを頼んだんだけど、まさにこんな感じに。俺んち今、こんな感じですわ。島田くんとまず話すか。苗木くんもここを探しに来たのか。しかし一歩遅かったな。すでに僕が調査済みだ。戸上くんの痕跡は一切なかった。いいかね。腹が減っては戦はできん。つまり。従ってここで腹を満たしているのかと推測したのだが。短絡的だね。くう、よもや痕跡すら見つけられないとは。わかったか。が、くじけている暇はない。別の場所を探しに向かおうじゃないか、苗木くん。一緒に行動する？そうだね。動かないのか。ここに居続けるんだ。あとここね、浴場。一風呂浴びてる可能性もなくはないよね。わー、すごー。あ、大和田くんここか。意外にそんなに調べるものはないかな。いない？どうだ、見つかったか。うん。どこ行きやがったんだ。空気を読まねえあいつのことだ。のんきに朝から風呂でも入ってんじゃねえかと思ったんだよな。うん、可能性はありますもんね。ところでよう、苗木、おめえは朝風呂好きか。いいぜ、一晩中バイクで風を切った後の朝風呂はよ。大和田くんは朝風呂が好きと。冷えた体に染み渡る暑さと、魂に凝った暑さが身と心を揺さぶる。僕にはちょっとわからないかな。なんだよ、つまんねえ男だな。男なら裸の付き合いってのも大事だろ。今度付き合えよ。ああ、仲良くなれてる感じすんね。考えておくね。ていうか、ここにいる限りバイクで走るのは無理じゃないかな。朝はシャワー派だな、俺は。マッサージチェア。いや、おじさん以外も使うべ。リアルな話。これだけか。あ、こっちも行けんの？あ、行けるんだ。いる？いる？ふーって。ああ、さすがにいない。さすがにいないか。調べられんのは、これだけか。湯船だけ？モニターとカメラもないのか。さすがにないの、風呂には。結構広い湯船だ。パッと見なんか見えないよね。シャワールームも、なさげに見えたんだよね。ここで犯行が行われた場合、モノクマはわからないっていうこと？ちょっとこの見えない死角にあるのかもしれないけどね。この保健室はまだ入れないんだよね。ここだけかな、まだ入れない部屋って。じゃあ1階の学校側は全部見たんで、戸上はおろか他の子も誰もいなかった。
あキリギリさんか。2階にキリギリさん。ねえ、あなたもここに来たのね。え、それは昨日戸上くんが興味を示したものを考えてみれば、彼がどこにいるのか推測はできる。まあねまあ図書館なんだろうな。昨日戸上くんが興味を示してたもの、それってなんだっけ。水蓮場、誰かいる。ああ大神さんか。ここには戸上はいないようだ。朝といえばトレーニングみんなあれなんだよね、自分にとっての朝は何だろうっていうので探してくれてんだよね故に更衣室にいるかと思ったのだが、この辺の情報は結構重要かもな、今後進めていくにあたって。男子更衣室のドアは女子には開けられないことを失念していた。確かに、あ、そうだったね。ひとまずノックしてみたが返答はなかった。それに器具を使用している音もしなかった。じゃあいないってことか。一応俺が見ましょうか。それに戸上くんは朝からトレーニングで汗を流すようなタイプじゃない。それはわかんないよね、あんまり決めつけない方がいいと思うけど。大神さんは毎朝トレーニングをしているの。そうだな。無論だ、朝のうちに体を動かしておかねば一日のリズムが崩れてしまうからな。なるほど、一応見ますか。戸上は朝からめちゃめちゃいい笑顔でトレーニングに励んでいたらそれはそれで好感度上がりそうなんだよね。あ、藤崎さんここにいる。藤崎さんよ。苗木くん、どう、戸上くんいた。うん、見かけてないんだ。泣かないでくれよ。そっか。でも…キリギリさんはなんとなく予想できてるみたい。え、そうなの。あのね…キリギリさん、そう…いや、俺も分かってんだけど…かっこよくて強そうだし、頭もいいみたいだし。確かに頭は良さそうだけど、強そうかな。まあ、強いんじゃんなんとなく。朝比奈さんや大神さんに比べれば、藤崎さんと大して変わらないように見えるけど。って比べる対象がおかしいのか。そうだよ、あの二人と比べたら、ね、はあ、藤崎さん、キリギリさんね、ああ見えてすごいいいタックル持ってるかもしんないし。じゃあもう図書館入ってみますよ。多分ここじゃないかなと思うんだけど。図書室のドアを開け中を覗き込んだのと同時に僕は驚きの声を上げていた。え、戸上くんなんだよ、驚か、まあいたから驚いたのか。予想の斜め上を行った光景を目の当たりにして僕は思わずひるんでしまった。何やってんの。釣りでもやってるように見えるか。読書中だ、静かにしろ。すごいくつろいでんね。ごめんじゃなくてさ、こんなとこで何やってんの。みんな心配して探してるんだろ。どうして探されなければならない。だって朝はみんなで集まって朝食って約束だったでしょ。約束？まったく、ゆっくり読書もできないのかこっちが悪いみたいになっちゃうな。戸上くんはパタンと本を閉じると影のようにゆらりと立ち上がったと同時に僕の声を聞きつけた他のみんなが続々と図書室に集まってきた。おお。君というやつは。戸上くん、こんなところにいたのか。ふう。何してんだって。心配したのだぞ。心配される筋合いなどない。本を読んでいただけだ。何の本？この手の低俗な小説は今まで読んだこともなかったが、今後何かの役に立つかもしれんからな。はあ。まさか恋愛小説か。磯の香りの消える間にを読んでいる。それは何を読んでたの。推理小説推理小説読んでんの。もしやそのトリックを使うつもりじゃ。やる気満々じゃねえかバカを言うな。だよね参考にするだけだとか言って。当然だ、俺が勝負するときは俺のオリジナルを使うさ。
出なければせっかくのゲームがつまらんだろ。こんな緊張感のあるゲームなんてそう体験できるもんじゃないんだ。やるからには楽しまんとな。それをわざわざ口に出して言う意味。黙っとけばいいのに。僕は思わずゾッとした。意外に喋りたがりか。戸上くんの顔には確かに笑みがあった。その笑顔、まるで彼は楽しんでいるようだった。この狂った殺し合い学園生活、ゲームに乗るつもり満々。何がゲームだ、てめえふざけたこと抜かしてんじゃねえぞ。ゲームはゲームだろ。たった一人だけが勝ち抜けられる命がけのゲーム、それだけのことだ。ゼロサムゲームですわね。セレスが出てきたな。え、よろしいですか。ゲーム理論、数学の一種です。そこではこのようなゲームをゼロサムゲームと呼びます。得られるものの数が決まっているので、誰かの取り分が増えればしわ寄せは他人へと集まる。為替とですね。為替取引、そんな有限の資源を奪い合うようなゲームのことですわ。なるほど。蹴落とし合いというわけか。実は入学試験や出世競争、ほとんどの社会的活動がこのゼロサムゲームに当てはまります。全ては限られた枠の奪い合い、他人同士の蹴落とし合い。私たちの挑んでいるこの学園生活もそうです。そしてこの場合はよろしいですか。よろしいですか。限りある試練、それはたった一人の黒枠となるわけです。つまりこれは最初から蹴落とし合うことを目的として作られたゲームってわけだ。そんな蹴落とし合いだなんて。そこを否定しても、だからこそ適用が必要なのです。脱出したいと思う人がいなくなれば、そんなゲームに巻き込まれる心配もありません。そうね、なんだセレスはそっちの考え方か。どうしてゲームを避ける必要がある。こんなに楽しそうなゲームなんだぞ。そう言ってまた彼は笑った。邪悪に満ちた笑顔、顔を歪ませていた。なんとかしないと。なんとかしないとな、って思ってるやつ他にもいるべ。あなたはそのゲームで自分が負けるとはみじんも考えていないようですね。当然だ。さすが世界有数の財閥である戸上財閥の次期当主、いうことが違いますわね。ただの自信過剰だべ。そんなこと言って死んじゃったらどうするの。ありえん。何、俺は死なん、その可能性すらない。なんで。割と危ねえかなって今聞いてて思ったけど。何様だてめえは。それにしても改めて驚きだ。何が。お前みたいなポンコツな不良がこの現代にもまだ生存していたことがだ。なんで急に大和田くんに喧嘩を。殺すぞ。何度も言わせるな。だから言っているだろう、俺は殺されんと。何の自信なんだこれ。いつまで言ってんだって。占ってやってください。ハウエルさん、占い師っぽいとこ見せてください。いくら言っても無駄ですわよ。彼には負けなんて概念が存在しないのですから。彼は超高校級の御曹司、幼い頃からあらゆる帝王学を叩き込まれた超エリート。生まれながらにして勝つことを宿命づけられ、そしてそれを実践してきた人物。彼にとって試練やゲームなど勝つためにしか存在しない。たとえそれが生死のかかったゲームだとしても。そうですわよね。その割にはなんかあんま慕われなさそうですよね、他の人から。よくわかってるじゃないか。苦労しそうではある。これから私も一緒ですから。ほう、ゲームとは勝つためのもの。同感ですわね。やめろ。お前みたいなのと一緒にするな。その不快な口を閉じろ。あの、それはそれは失礼しましたわ。とにかくこれだけは言っておく。お前らも気合を入れてゲームに参加することだな。敵が本気でないと俺もつまらん。やっと。藤崎さん、そんなのダメだよ。なんだ。何？だって。これはゲームなんかじゃないんだよ。人の命がかかってるんだよ。仲間同士で殺し合うなんてそんなの。そんなの絶対にダメだよ。藤崎さん、そうだね。仲間同士だと？誰がそんなことを決めたんだ。俺たちは仲間同士なんかじゃない。その逆だ。互いに蹴落とし合う競争相手なんだ。でもやっぱり。なんだ。だ
誰か助け船出してあげて。でもお前ごときが偉そうにそんな接続詞を使うな。俺の言葉には肯定だけしていればいいんだ。めちゃめちゃヘイト集めてんな。あえてなのか。おい、言いたいことがあるならはっきり言え、言えないなら最初から口を閉じておけ。藤崎さん、ごめんなさい。ざけんなこれ。おい、ほら、弱い者いじめして楽しいか。大和田くん、胸くそ悪いんだよ。また仲良しごっこが始まったか。で、それはいつまで続くんだ。なこれ、うせえ。なんだ。うるさい、そう言ったのか。まったく我が耳を疑ってしまうな。そんな単純で無意味な言葉しか出てこないとは。よし、決めた、今すぐ殺す。ちょっと落ち着いてって。なこれ、落ち着いてんだろうが。どこがよ。とにかく俺はこれ以上お前らと一緒に行動するつもりはない。マジっすか。これはなんか握手では蹴落とし合いのゲームで協力し合うなど、そんな無意味な行動に時間を費やしたくないんでな。無意味って。ありえん。仲良し小良しの食事会などもってのほかだ。誰かに毒を盛られる可能性だってある。まだ最後の晩餐に出席するつもりはないんでな。芝居じみたセリフばっか言いやがって。じゃあな。あとはお前らだけで勝手にやれってことだ。じゃあな。そのまま戸上くんは振り返りもせず立ち去ってしまった。もう僕らには引き止めることもできなかった。彼の考え方は僕らが理解できる範疇をはるかに超えてしまっていたから。ゲーだよ、うん、あいつ本気か。間違いなく本気でしょうね。だとしたら許せねえ。そうかも。でも彼の言う通りかも。だって誰かが食事に毒を盛る可能性だってないとは言い切れないし。もう、ちょっと深川ちゃんまで何言ってんの。どうせ。でもどうせ私がいなくたって誰も困らないでしょ。またヒクスモードが発動してしまっているな。そんなことないよ。俺深川さんのこと割と好きだよ。むしろいなくなってほしいんでしょ。私は気持ち悪いから。いや、そんなこと思ってないけど。そうに決まってるわ。そう思ってないと思い込んでるだけで、本当はそう思ってるに決まってるのよ。被害妄想ってレベルじゃねえべ。わかってるわよ。いなくなってほしいんでしょ。みんなしてそんな風に思ってるんでしょ。言っちゃった。あ、ちょっと深川さん。放っておきましょう。ああなってしまっては誰も止められません。こう見てると一番立ち回りがうまいのはやっぱセレスに見えるんだよな。結局その日の朝食会はうやむやのまま中止となり、中止か。僕らそれぞれ自分の部屋へと戻っていった。はあ、デイタイム。まったく朝から疲れたな。あ、この曲は。だけど一日たりとも時間を無駄にしている暇はないんだ。気を取り直していかないとな。来ました、自由行動。自由行動か。どうしよっかな。